こんにちは、トイズガオです、本日はお買い物動画ということで TBS で土曜日の朝7時から放送されています神業ワンダの6月25日に発売されたものをご紹介したいと思います。はい、まずはこの神業ショットですね。遊び方は3種類かな。召喚、捕獲、浄化、いずれもカードが必要となるので、こちらのカードが最初からついています。そしてこちらは Amazon で買ったんですけども、限定の特別なカードがついています。これが神業フラッシュといって、ライトモードと神業サーチモードでカードを差し込んでサーチすると、こういったものが動くと。このカードのところにですね、こういう動いてるキャラクターがあるんですね。これを影みたいに投影することでこれが動くと、こういったおもちゃですね。そしてこちらがスターターセットですね。カードが3枚、この3枚が入っています。そしてこちらが別バージョンで、この3枚が入ってます。このこちらの神業ショットについているターボミンのカードとはちょっと違うみたいですね。こちらがレアという風になっているので、これは違いを比較したいと思いますね。あとは、この個別パックで神業プロかボリューム1のイケイケプログラムを5枚とチャキプログラムを5枚ずつ購入しました。でこのファイルと、このファイルにもカードがついていて、こちらのカードですね、辞書民のカードが入っています。でこれがカードが増えた時に足していくファイル専用リフィル4枚入りです。この神業ショット、神業フラッシュ、スターターセット、ファイルは通販で買ったんですけども、この神業プロカのボリューム1はこのエディオンの中にあるおもちゃ屋さんのネバーランドで購入しました。そしてこのウフィルだけトイザラスで、獣王ジャーの搭載獣王を購入した時と一緒に購入したんですけども、今神業ワンダのキャンペーンをやってまして、レジのところで神業ワンダというと、こちらの神業ワンダ特製の神業パスケースがもらえます。これはこちらの神業プロカーなどを入れたりして、このまま入れたままタッチできたりしますね。これはまあ普通に定期券を入れたりもできます。それでは、まずは神業ショットからぼちぼちと動画を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではトイズガオでした。